皆さんこんにちは、なるほどてんです。今日はビビットアーミーで遊んでいきます。よろしくお願いいたします。今チュートリアルですかね。指揮官兵士を合成してと。なぜいきなり合成するんですかね。あ、レベル上がったえ、これ何ですか。上に、いや上に乗っけないでしょうね。あ、これで生産ですか。あ、生産中出ました。あ、戦力とかありますね。どんどん生産できるんですか。何か減ってますか。あ、また合成ですね。あ、なるほど。どんどん強くなっていくと。あー、敵さんですか。毒のマーク。レベッカ将軍大丈夫ですか。負傷してますか、もしかして。無敵の帝国部隊が苦戦するとはと。あ、帝国なんですかこちら。指揮官、敵の部隊と交戦します。準備はいいですかと。いいですよ。さあ、ちょっと待ってくださいね。相手何ですか。近代的すぎませんか、ロボット。でもあれ、真ん中の兵士撃たれたら終わっちゃうんじゃないですか。乗ってる方大丈夫ですか。うわ、強っ。あ、これ倍速、2倍速できるんですか。レベル5で解禁と。なかなかですね、なかなか。あ、倒した、ビクトリー。あ、助けてと。エンジニアの方が助けてと。なぜ兵士じゃないんだ。エンジニア治療しましたと。壊れた住宅の修理を手伝ってもらいましょうと。住宅の修理ですか。これ住宅なんですか。工場に見えるんですけど、なんかいろいろ突っ込みどころ満載な感じですね。まあそんなことはないですかね。あ、マップが広がっていってる。指揮官、素晴らしい指揮能力です。任せてください。なるほどくんですよ。なるほどくん。次は基地の建設を行いましょうと。あ、間違えちゃった。あ、住宅なんです。あ、本当住宅だ。修理終わったら住宅になってる。おかしい。作りがおかしいんですかね。住宅兼工場か何かですかね。あ、これでいろいろもらえると。いいですね。もらえるものはですね、いただいておいたらいいですか。住宅も合体できるの。あ、これでどんどん。あ、ちょっとやめてください、ちょっと。歩兵レベル3は、あ、レベル4できる。あ、友達にプレゼントいきなりですか。友達いないんですよ。なるほどくん。いや、もう皆さんが友達ですけど、こちらのですね、動画見に来ていただいてる、嬉しい。あー、なるほど。なんか、大量に生産できますけど、いいんですかね。これ自動生産してくれないんですかね。あー、なるほど。これで、うと。あー、なんか面白いですね、遊んでると。あれ、合体してくれない。あ、レベルが違う。あ、レベルが違うんですね。あ、で、これで、県、住宅、あ、へえーとかありますね。何ですか、これ。作ってみますか。I'm ready ってかっこいいですよね。準備はいいよと。じゃあ、住宅をもう一個作って。あ、こっちには作らないですね。ちょっと待ってください。で、へえーを作って。で、あ、お金がなくなっちゃう。結構高いですね。あ、そうなんですね。これと同じなんですね。あ、これでいきなりレベル2から作れると。いいですね。どう戦うんですかね、相手の方と。ここ、あ、解禁するにもお金を使うと、コインを。ロケット兵とロケット砲、バイク兵。いいですね。これ、あれですかね。戦力が多ければいいのか、部隊数何個か作っておいたが有利なのか、わからないですけど。まあ、最初ですから、レベル3とかバイク兵がいたら勝てるんじゃないかなと思うんですけど。
あ、プレゼントボックスまであります。あ、イベント。無料解禁。いきますか。宝箱レベルが高いほどレアな報酬が入ると。おお、ダイヤです。何に使うかまだ分かりませんけど。私もですね、ライブ配信させていただいて、荒野行動をですね、深夜、何時でしたっけ ?2 時ぐらいまで遊んでたんですよね。ですから今、ものすごく眠たいんですよ。まあ、起きたのは今日9時半だったんですけど、まあ、結構早かったですね、思ったより。さあ、ですからまだ私はちょっと頭がぼーっとしてますけど、いや、もう、ティナさんからコメントたくさんいただいてですね、ありがとうございます。他の方もですね、一緒に遊びたいっていう方たくさんですね、コメントいただいて嬉しいです。さあ、じゃあ私また進行いたします。あ、ここで必ずあれなんですか、戦うんですね。いや、海ないですよ、ここ。あ、兵士タップと。あ、2体しか持てない。そうですよね。数が多い方がいいのかと思ったら、少ない方が良かったみたいです。いやー、弱いですね、敵さん。あ、これ継続戦闘できるんですね。このヘリコプターと。いろんなとこからやってきますね。あ、そう、レベル5じゃないとダメと、解禁は。ほんと、普通のなんか、シミュレーションゲームみたいな感じですね、遊んでると。さあ、やりました。あ、宝箱がある。あ、タップして加速と。なぜ？え、何が手に入ったんですか？何が手に入ったかわからない。あ、磁石がある。金貨収穫機と。基礎時間よ、プラス4時間を8時間。ああ、なるほど。充電しましょう。あ、レベルアップしておいた方がいいと。ああ、120円ですか。なるほど、くまれなんですよね。無課金でいつも遊んでますので。これなんですかね。レベル8。あ、戦車を修理できると。お金も解放。あ、あいおさん。報告、今日の11時から青鬼オンラインと。多分、ミラティブ配信ですかね。時間があったら見に来たいですね。それか、あ、でも私もライブ配信しないといけないですよね。あれ？これどうやって回収するんですか？回収は時間で自動でされるんですかね。さあ、なんかいろいろありますので。へえ、え？ 2000？ なんかいきなり増えましたね。まあ、それよりちょっと弊社を、兵を立てます。で、ちょっと待ってください。難しい。そう。で、やっぱちょっとあれですね。住宅でお金がもらえるみたいですね。これはレベル2。あ、レベル2。住宅建てて、こう建てるのもなんかあれですよね。なんかシムシティじゃないですけど、なんかそんな感じですか？昔遊んだことありますね、ゲームで。何のゲームでしたっけ？ちょっと覚えてないですけど、遊園地パターンもなんか私遊んだことあるんですけど。遊園地でテーマパークを作ると。あ、新ロードさんも出されてるんですね。新ダウンロードさんですね。さあ、バイク兵も作っておいて。さあ、ではちょっと。え、何ですか？あ、研究センターと。他はいけないと。さあ、じゃあちょっとお金貯まるまで少しスキップさせていただきます。さあ、こちらのお知らせですか？ログイン報酬がいただけるみたいです。やりました。さあ、1.89、1890ゴールドですか？さあ、では次は2000貯まったかいきますか。さあ、いきます。あ、こちら3ステージあるんですね。あれ？他にもバイク兵以外もいたと思うんですけど。
ああ、ちょっときつくなってきましたね。相手も強い。さあ、あと2ステージ。まあ、まだ勝てそうですね。あ、クリティカルも出るんですね。まあ、出ても多分2回でしか倒せないですね、多分。2回攻撃しないと倒せないか。え、ダメージ1、すごいですね。なんで？さあ、あと1ステージ。まあ、こちらの防御力高いから余裕ですけど。ああ、なるほど。こちら両方食らうんですね、ダメージ。ああ、クリティカル。あ、それでもまだ勝てますね、なんとか。いや、毎回同じダメージじゃないっていうのは面白いですよね。おお、なんか必殺技とか使えるようになったら嬉しいですけど。さあ、よかったです。こっち？あ、上ですか。あ、レアアイテム。さあ、何ですか、これ。科学センター。ああ、合成できるんですか？バイク兵が強くなると。研究なんですね。なんか降ってきましたよ。あ、ティナちゃん。ティナさんですか？ゲーム大好きティナさんですか？ありがとうございます。嬉しい。ティナさんがとうとう。かわいいですね。やっぱティナさん。女神様です。いたずら好きのハニカミ少女。いたずら好きだったんですね、ティナさん。お、いつも指揮官にどんないたずらを考えてる。どのいたずらもかわいいものばかり。やっぱりですね。これ、キムさん喜ぶんじゃないですか？ティナさん。ティナさんが指揮官、ティナの報告ですと。わー、嬉しい。英雄リストで情報の確認ができます。これ？破片を集めるとと。私もティナさん来ましたけど。おお、すごいですね。あ、これ召集かければいいと。ちょっと待ってください。レベルアップですか？あ、レベルの上げ方がわからない。あ、昇格もできると。普通召集。高級召集。あ、無料があります。一回行きましょう。あと5分後に無料召集できるんですね。これは？あ、連盟ですか。ちょっと入れていただきたいですけど、限定制限なしとかですね。あ、まったりさんがいいですね。片手まったりさんにちょっと加入させていただきます。おお。なんかいろいろありますね。ちょっとまだ私レベル低いから、まあちょっとあまりですね、レベル上げを専念したいですけど。あ、連盟に加入成功とかですね。特に何もいただけないんですか？ なんか結構私他のゲームしてますが、いただくこと多いので、こういうメールで読まさせていただくと。ここなんで、あ、これ連盟でしたっけ？うわ、高いレベルが。どうすればいいんですかね。あ、ですね、まとまっちゃった。まあでもそっちの方がいいですかね。さあ、ではまたちょっと進めていきますね。スキップします。さあ、ではですね、いろいろいただきますので、まずいただいて、もう一回研究しますか。住宅合成ですか。で、これでレベル、今6までいけると。あ、レベル7もいけますね。やっぱお金を集めておいた方がいいですよね。修理工場。レベルアップごとに修理工場プラス1できると。あまり修理工場って何に必要かわからないですよね。で、ちょっと建造して、
じゃなくてこっちですか。あ、こうやってまとめて作って一度にどんどん合成していけばいいと。いや、なかなか斬新ですね。斬新ではないかな。私があまり遊んだことなかったっていう感じですかね。こういう合成タイプ。まあ、塀も一応、リラックスさせておきますか。さあ、では今回ですね、次最後に、もう一回ガチャですかね。ガチャとか召集ですか、を引いて終わりたいと思います。英雄召集ですね。さあ、ではあと1回ですね、行ってみたいと思います。あー、来ないんですね。必ずなんか女の子が来るかと思いましたけど違うんですね、残念。ではですね、今回の動画配信以上とさせていただきます。よろしければグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いいたします。まあ、他にもたくさん英雄さんが、女の子ちゃんたちがですね、たくさんいますね。いやー、なんか微妙に動いてるのが最近のゲームっぽくて面白いですけど。さあ、嫌いちゃんなんですね。な、今回新しく18人追加されたみたいでですね。いいですね。早く仲間になっていただきたいと思います。あ、SR とかなんですね。じゃ全員見ますか。さあ、では今回ですね、ちなさんでお別れしたいと思います。ではですね、皆さんご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いいたします。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。